やらない人もいるんだ、うん、あね、それぞれの、まあ、メーカーの方たちがそれぞれの工夫があってゲーム音楽作りやってらっしゃいましたけれども、はい、まあ、杉山さんは実際にドラゴンクエスト4の音楽担当されましてね、うんうん、はい、その時にはご自身ではどんなような工夫をなさったんでしょうか。そうですね、例えばレコードのシングル版とかコマーシャルの音楽なんかですと、こうギミックというのが大事になってきますね。なんかこう耳をそば立たせるものでビュッと人の関心を引くという、うん、でそういったギミックは今度はそういう力が強い限りに代わりに繰り返し聞くとギミックとかパロディっていうものはもうネタが割れると飽きちゃう、うん、だからこのゲームの音楽は何百回も聞くわけですから、そこですよ、それ100回聴いても飽きない曲を作るというのがね、これが言うは安くして大変ですね、飽きないみたいですよ、子供たちみたいと。飽きない曲をね、どうやって作ろうか。それ秘訣は何ですか。やっぱり粘りしかないですね。で自分で作って粘り、うん、やってみて自分ですぐ飽きちゃうようなものはどんどんキャンセルする、どんどん捨てる、クズカゴの山という。相当クズカゴにはたくさん捨てたんですか。ずっとありますよ、やっぱり、うん、やっぱり時間かけることですね。でその辺のところはですね、うん、まあ、例えばこのコンピューターゲームっていうのが僕新しいメディアだと思うんですよ、はい、ラジオができてテレビができて、うん、ビデオができて、はい、その次にこういうものが来ただろうという感じするんですね、はい、うん、そういうものってそういう何百回聞いても飽きない、うん、テレビと同じね、うん、ことを100回やったらもう絶対飽きちゃいますね、みんなね。そうですよね。だから普通のメディアのものっていうのはね、と違うのはやっぱり一番そこがそうじゃない。映画のサントラでもそれ、さっきサントラでもね違いますよね。そう、映画ね100回見る人いませんからね。ないですね、はい、ここ耳についてしまっても別に嫌な感じがしないというなんか心よい響きがあったりしましてね、うん、そういうことを考えると何ですか、子供の時に歌ってました童謡ですとか、うん、なんか それにこうわらべ歌っていうんですか、こう、うん、似たものがあるのかなって。あれは100回歌っても飽きない。そうですよね。 それでまた大人になってからふっと思い出すと懐かしいというね、そういった曲がやっぱりできるといいなと思います、ね、杉山さん新しい伝統を作ってらっしゃる。なんですか、伝統になれば嬉しい、ね、もうなってます、はい、じゃないですかね。ねえ、ですから本当に今の子供たちにしてみれば後で思い起こした時に、あれは90年代の自分たちのわらべ歌だった。大人になった時ね、思い出した大人もそうなのかもしれないですね。ちゃんになった時に、なるほど。で杉山さんも音楽担当されましてもね、別に相手が、まあ、ゲーム音楽楽しむ子供だからということで、あのいわゆる子供騙しとかそういうことを考えていらっしゃるわけではないんですよね。そう、もう絶対ないですね。あの僕の持論なんですけどね、子供騙しを一番見抜くのは子供だと思うんですよ。大人の方が子供騙しに騙される可能性がある。なるほど。ですから怖いですね、はい、それにしてもこの音楽がロールプレイングゲームってのはここからこっち飛んだり飛んだり飛んだりしますよね、うん、それでいながらちゃんと流れていくっていう、あれが不思議に思うんですけども。それはね、曲作るときにね、あの僕自身ゲームのことよく分かってますからね、このシーンの音楽とこのシーンの音楽はダイレクトにつながることがある、これとこれはダイレクトにつながることはない、それは一応計算してその調整キーなんかもね、こうこれからこれ飛んでも違和感がないようなことを考えるし、逆に今度は洞窟とかね、こう魔の塔なんていうとこ入るときには急にフラットがいっぱいついた音からボーンと始まって、それまでの流れを断ち切って違う世界にボーンと行くような、そういう計算することあります。ゲームそのものをね、はい、やり尽くしてるからじゃなくてできない。そうなのかもしれません、ね、まあ、子どもたちに対しても大人たちに対しても本物をというお話でしたけれども、杉山さんご自分のその公共組曲、はい、ドラゴンクエスト4ロンドンフィルの演奏でなすってんですよね、はい、でビデオを作ったんですよ、ね、ちょっとご覧いただきましょうか。演奏者の皆さんはもう本当にバッハやベートーベンを演奏すると同じ、うん、それはもう一生懸命やってくれたし、全く同じ。それとね、とても僕ああこういうとこが違うなと感じたのはね、その皆さん演奏終わった後ね、もうこの演奏をすごくエンジョイした、すごい楽しかった、で本当楽しくやってくれた。だから考えてみたら、あの
プレイっていう単語ね、はい、遊ぶという単語と演奏するっていう単語プレイ、同じ単語でしょう。だから彼はやっぱり演奏するときに、なんていうかな、こう遊びと同じ楽しんで演奏するという、うん、その部分がとてもいい感じに出たと思います。説得力あるな。今はまあ VTR でご覧いただいたんですが、実はこのスタジオに私たちもありましたが、スタジオにオーケストラが入ってるんです。で、先ほどもご覧いただきましたこの人気ゲームの音楽を杉山さんの指揮でお聴きいただきたいと思います。杉山さん、よろしくお願いいたします。楽しみでしょ。やのもう本当にミッドナイトジャーナルってすごい番組ですよね。そうですよね。ですが本当のオーケストラの様子ですとかね、本当荘厳な感じさえしましたものね。熱い。それでは聴いていただきましょうか。人気ゲーム音楽をメドレーで聴いていただきます。それもコンピューターの音楽ではなくて、オーケストラの生の演奏でです。指揮は杉山浩一さん、そして演奏はミッドナイトオーケストラです。やっぱしこう、もうこれコンピューター音楽とはいえですね、うん、もう文化だなっ
ということを深々と思いました。いやいや、ゲーム自体がね、本当新しい時代の文化だと思います。さあ、杉山さん、これからですね、はい、もうどんどんこれからマイクロチップというそういうテクノロジーが進歩してきますね、はい、そうしますと杉山さんに課せられていく課題大きくなってきます。どんなことをこれからなさりたいでしょうか。ハードウェアが進歩すればするほど、それにソフトウェアが追いついて、さらにいいものを作っていかなきゃいけないですね。なんかオペラが大変とかね。そう、あのドラゴンクエストなんかバレエにしてやってみたいですね。それも楽しみにしております。どうも今日本当にありがとうございました。